昨日はここの北庄の株周りの防寒対策として不織布ポットを並べてエンドウとそら豆を巻いておいたんですが、この隣に似たような背丈のタイベジタブルバナナが植わっています。水芽が3本出てきていますね。ここにも合計40センチメートルの不織布ポットの下の方に虫り草や落ち葉などを入れて、その上にですね、畑の土をふるって入れて、そら豆と絹さやエンドウを巻いてあります。一つだけまだ覆土していない不織布ポットがあって、こんな感じにだいたい巻いてあるんです。赤そら豆が2粒と、その周囲に赤花、絹さや、エンドウですね。まあ、撮影が終わったらこれも種を押し込んで覆土するつもりです。この地際の家計の地際を見ると、そちらの北庄よりはちょっと大人になってきているのが分かりますね。まあ、草丈はだいたい一緒ぐらいなんですがね。ここに、まあ、バナナ並木の生け垣用に配置している寸胴鉢植えのレモンがあって、その向こうにアンデスの乙女が植わっていて、花が咲いた後の鞘、種鞘がこのようにぶら下がってきていますね。これらはまた落ちて来年発芽して、アンデスの乙女の自生苗を増やしてくれると思います。まあ、これぐらい背丈が高くなってくると、まだアンデスの乙女は対ベジタブルバナナの防寒対策としては不十分ですね。こちらにも北庄バナナとアンデスの乙女が植わっていますが、それらの内側にバナナ苗を植えてきましたので、今年はまだアンデスの乙女で防寒防霜対策をするというのは無理なんですね。タイベジタブルバナナの苗は旧那覇バナナ園さんから仕入れたものの子孫なんですね。で、まあ、旧那覇バナナ園さんでは単にベジタブルバナナと言っていたんですが、ベジタブルという英語、ベジタブルにはよく知られている意味としては野菜という意味がありますよね。まあ、例えば和英辞典で野菜を英語でどういうのだろうと調べてみれば、普通はベジタブルスという複数形が出てくるだろうと思います。それでもっと古い意味としては、ベジタブルには活力を与えるもの、あるいは活力を保持して成長するものという意味があるんですね。まあ、植物あるいは野菜は
活力を持って成長して花を咲かせたり実をつけたりしますよね。あるいはまた種、子孫を残すための種を作ったりしますよね。それで植物に限らず無生物と言われるものであっても、まあ、例えば鉱物とかそういうものでも全て活力、日本語としては中国から渡ってきた言葉の地を気と発音しますよね。インドではプラーナと言います。生命活力素、生命活力元素、生命活力アトムと言ったら分かりやすいでしょうか。まあそういうものでできているのがベジタブル、野菜ということは、人間はおそらく野菜に多大な生命力を見てきたのだろうと思いますね。それでベジタブルバナナは、私は生食用バナナ、デザートバナナの極上の品種として認識しています。ただ単に料理バナナ、野菜バナナ、調理バナナ、天ぷらバナナみたいな使い方をするにはあまりにも惜しい極上の美味の生食用バナナ品種なんですね。でも例えばですね、私が仲間と共に沖縄に行ってバナナ園を開墾していた頃、2007年なんですが、バナナ苗を植え付けて、まああと1年バナナ食べられないからというので、フィリピンバナナよりもエクアドルバナナの方が栽培法は有機栽培に近いものが多いので、エクアドルバナナを買って食べていたんですね、最初の数ヶ月。ところが、まあ、あちらの名護市にあった三栄という、今はローソンかなんかの傘下になっていると思いますが、大きな店舗のシーレブに行って箱ごと譲ってくださいと頼んだんですね。で、12、3キロ入りの箱を丸ごと1週間に一度購入してきてたんです。4人で朝昼晩毎回バナナを食べてましたので、まあバナナを代表とする生食フルーツ、フルーツ生食を食事の基本に据えようということで、土地を買ってバナナやパパイヤやパッションフルーツなどなどを植えていましたのでね。ところが7月8月になって高温になってくると、箱ごと買った12、3キロ入りのエクアドルバナナを食べれるのはまあ2日間なんですね。で、3日目ぐらいから完熟というよりも不熟し始めて、4日目にはもう完全に不熟してしまって、そのままでは食べられなくなるので、まあその次からはですね、生食、生食しながらある程度ケーキを作ったり、アイスを作ったり、シャーベットを作ったり、バナナの生食以外の活用法を模索していったんですね。まあそうすると、熱帯地方の人たちは収穫しても自分たちで食べるとしたら、販売は別にして食べるとしたら、生食だけではすぐダメになるので、当然調理に活用しなければ無駄になってしまうわけですよね。その他に
まあ、揚げ物としてカリカリしたものを食べたい、そして冷たいジュースなんかを飲みたいとか、あるいはアルコールをたしなむ人なら、まあ、それこそ天ぷらバナナを妻としてビールを飲みたいとか、まあ、そういう人たちも当然いるわけですよね。あるいは屋台みたいなところで調理バナナの揚げ物、フライ、その他をおやつとして買って、なんか飲み物、ジュース、あるいはコーラなどを飲むとか、そういう活用法に価値観を見出すだろうと思うんです。ですから、バナナをまあ生食するのが多い傾向は、ヨーロッパとアメリカと日本などのバナナ非生産地の人たちなんですね。バナナ生産地においては生食の方が少ないぐらいだろうと言われていますよね。調理する方が多いと、料理する方が多いと。でもこのタイベジタブルバナナとか銀バナナとかトーマンバナナとかですね、アイスクリームバナナなどは、生食、完熟を生食した時こそ最も微妙な品種なんですよね。ですから日本において、日本では栽培してもし収穫できるなら、まあ全部生食するのが賢明だと思います。もちろん一房分ぐらいはあれやこれやに調理料理をして活用しようと、まあそういうのも結構なことだと思いますがね。で、美味しい、まあデザートバナナとして美味しいものと、沖縄バナナさんでしたかね、お供えバナナは美味しくないかっていうようなブログを書いておられましたが、まあ輸入バナナ、おそらくフィリピンバナナなどと比べて料理バナナの方がやや美味しい、でも何度も食べる気にはなれないというようなことを書いておられましたが、調理バナナが私が美味しくないっていうのは、極上の、まあ例えばこのようなタイベジタブルバナナとかですね、極上のバナナと比べて美味しくないと言ってるわけで、まあむちゃくちゃまずいとか食べる価値がないとか言っているわけではありません。ですから比較するときはフィリピンバナナとか輸入バナナと比較してもあまり意味ないと思うんです。美味しい、例えば島バナナ、タイベジタブルバナナ、トーマン、銀バナナ、あるいはアイスクリームバナナなどと比べて、沖縄でよく見かける調理バナナは生食した場合に美味しいかという比較が必要だろうと思いますね。比較するときには何と比べるかということがよくよく検討されないと、あまり意味のないことになってしまいますね。まあ、それはともかくですね、ベジタブルを調理バナナ、料理バナナという翻訳で普及させるのはどうかなと思って、まあその前に那覇バナナ園の飯塚社長さんが仕入れてきた先の国であるタイ、タイ国のタイをつけて、私は途中からタイベジタブルバナナと いうようにしているんですね。学名でも品種名とすら言えないような命名ですが、デザートバナナとしての価値観を強調した方がいいだろうと思って、タイベジタブルバナナと言っているわけなんですね。まあ、もしタイベジタブルバナナの苗を入手されて育てている方は、なんとかかんとか収穫まで持っていって、完熟の 4,5 日ぐらいですね、その美味を堪能して見られると大変結構かと思いますね。まあ、こういうものを最初から調理するだなんてもったいないと分かるのではないかと思いますね。
まあ、北昇とタイベジタブルバナナとやりましたが、土を株周りに用する作業がなかなか時間かかるので、寒くなるまで全部できるとも思われなくなってきました。まあ今日は暖かいんですがね、気持ちのいい、昨日に続いて最高気温が21度かそこからそこらにはなる気持ちのいい日和なんですが、まあ、最低気温は11度、12度ぐらいになってきましたので、いつまでもシャツ1枚で汗ばみながらバナナの株周りの保護作業をするなんて、そんなことももうそろそろできなくなるとは思うんですが、まあ寒くなっても精一杯やろうとは思っていますけれどもね。今日はボリビアバナナの株周りの防寒対策の作業に来ています。このボリビアバナナは結局収穫できなかったボリビアバナナの親株からの切り分け株ですね。その向こうには前に撮影しました北昇バナナと、それからこちらにタイベジタブルバナナがある場所なんですね。で、ここボリビアバナナの周囲には口径40cmの不織布ポットを4つ配置しました。それでこちらの方は置いてないんですが、まあ、ここに地映えの高菜が出てきていることもありますし、それからこの上の方はアンデスの乙女の枝葉で覆われているので、あとはこのボリビアバナナの周囲に落ち葉などを放り込んであげるだけでいいかなと、株周りはそれでいいかなと思っているんですね。あんまりぎゅうぎゅう不織布ポットを配置するのもいかにも窮屈になりますから、まあ、ここはこれぐらいにして、あとは霜が降り始めたら陽神と陽平の様子を見ながら必要に応じて竹井と竹井町の防寒防霜をどうするかを考えるようにしようと思っていますね。隣には爪バナナの目立つ小株が2本と小さい水芽がもう1本出てきているのがあるんですが、ここもある程度不織布ポットを配置して豆をまこうと思っています。爪バナナというのは島バナナよりもなかなか本州では栽培しにくい品種じゃないかと思いますが、ボリビアバナナとともになんとかかんとか越冬できるように工夫してみたいなと思ってるんですがね。ボリビアバナナのことでちょっと言い忘れたことがあるので、2本目のムービーを撮影するんですが、そのボリビアというのは国の名前ですよね。
国の名を冠したバナナについてはこれまでにも何度か言及してきたのですが、沖縄には中南米に移民した方たちが結構いて、そうしてそれぞれの国に定住してしまった人たちもいれば、それから5年、10年、20年として病気とか家の事情とか、それから望郷の念に駆られて帰ってきた人たちとか、あれこれおられるんですね。それで一旦は移住しても沖縄に戻ってきた人たちの中には、あれこれの植物の種とか苗などを持ち込んだというか持ち帰った人たちがいるんですね。品種名がはっきりしている植物についてはおそらくその名称を保持することになりますが、品種名がはっきりしない場合には、まあ、例えばこのボリビアバナナと言われているものですね。バナナとだけ言うと、これは何というバナナですかとか、当然周りの人に聞かれるわけですよね。そうしますと、まあ当初はボリビアから持ち帰った、持ち込んだバナナですとか言うにしても、何度も何度も聞かれると面倒くさいので、例えばボリビアバナナですとか、ブラジルバナナであっても品種がよくわからないとブラジルバナナですとか、自分が持ち帰った元の国の名前、ボリビアとかブラジルとか、もしかするとペルーとかですね、そういう国名を使ったり、あるいは伝え聞いた人がボリビアバナ、ボリビアから来たバナナとか、ブラジルから来たバナナとか、長たらしいことを言うよりも、ボリビアバナナとか、ブラジルバナナとか、ペルーバナナとかですね、エクアドルバナナとか、まあ、国名バナナを流通名にしてしまうという経緯が、あったと思うんですね。まあ、ボリビアとかペルーとかエクアドルとかブラジルに行って、これは何という品種名ですかと聞けば、知っている人は教えてくれるに違いないんですが、中南米から沖縄に持ち込んだ場合にはですね、品種名よりも持ち込んだ元の国の名前の方が便利かつ流通しやすいわけですね。それでいつ頃どなたが、どういう方がですね、持ち込んで、どういう経緯でそういう名称になったのかもしれないけれども、ボリビアバナナというものが沖縄本島ではごく少数の人たちが栽培していたんだろうと思います。まあ、それを譲り受けた人が、人の中でブログなんかを発信するような方が、国名バナナであるとか、なんとかと断らずに単にボリビアバナナと、その国名流通名称を
踏襲したものですから、あとはもうボリビアバナナという名称が定着している状況になっているんだと思いますね。ボリビアバナナは三尺バナナぐらいの総子ですし、おそらくドワーフナムはもう似たり寄ったりの総子でしょうから、これも何度も書いたりしてきたんですが、台風の多い南西諸島では島バナナはまあそのまま栽培するにしても、風の影響による被害を避けるためには味のさほど良くない三尺よりもボリビアバナナとかドワーフナムワとかそういうものをもっと栽培面積を増やして流通方法を考えれば、おそらく沖縄あるいは南西諸島の島バナナだけに限らず、ボリビアバナナとかドワーフナムワとか美味しいバナナが南西諸島にはあるということになるのではないかと思うのですが、栽培の問題、それから流通の問題、両面からまだうまくいく状況にはなっていないんですね。まあ残念なことですが、もし島バナナの他にですね、三尺バナナ程度の美味しいバナナがある程度の安定生産に成功するならば、おそらく国産バナナ、要するにポストハーベストではない自然追熟、自然追熟で間に合う美味しい国産バナナということで、おそらく需要は出てくると思うんですがね。まあ、ただ沖縄では台風、ゾウムシ問題、それからウイルス病の問題などがありますし、あとバナナは営業的には成立しないという散々台風などに痛められてきた経緯から、バナナ農家になろうという人たちが極めて少ない。まあ、そうなろうと思っても、先ほど言いました台風、ゾウムシ、ウイルス病問題などで数年間で立ち消えになってしまうということが非常に多いんですね。まあ、そこをどうやって解決したらいいかというのは、おそらく沖縄県、県レベルだけの問題では解決できないので、良心的などこかの企業ですね、まあフィリピンバナナとかそういうものを扱っているところではない企業とか、まあ例えばバランゴンバナナをやっておられる ATJ さんのようなところが対等の立場でがっぷりと取り組まない限り、おそらく今私が言っていた三尺バナナぐらいの総子でポストハーベストではない美味しい国産バナナの栽培と流通まではいかないのではないかなと思いますね。まあちょっと惜しいなぁと思うんですけれど、爪バナナの周囲の防寒対策も不織布ポットでの豆栽培と兼ね合わせて行いました。目立つ苗が2本と小さな水芽が1本と3本立ち
まあ小さいのを除くと二本立ちですね。ツメバナナはですね、旧那覇バナナ園さんから2007年に30本仕入れたんですね。それで最初は日当たりの良くない場所に植えていたんですが、あまりにも成長が遅いので日当たりの良い方にしばらくしてから移植したんですね。で、そこで収穫もしたんですが、その後その場所から他の場所にも移して何箇所かで栽培していたんですね。その栽培の過程でツメバナナというのは非常に花茎が細くて、島バナナよりは背丈が低いんですが、それでもまあ普通の生食用バナナ程度には背丈も伸びるんですね。ところが花茎が細いので、途中でこれは複数本立ちにしないとなかなか収穫は難しいのじゃないかと思い始めて、その後は複数本立ちで栽培していました。ただ複数本立ちにしても沖縄で台風に遭うとやはり倒伏しやすいんですね。それで両側に垣根がある場所に植えるようにしていました。まあ、垣根も自分たちで、まあ自分たちっていうか私が一人になってから構築したんですが、バナナの両側に垣根を構築しておくと、島バナナとか、まあこういう爪バナナとか、あるいはタイベジタブルバナナとかですね、そういうものが台風で株元から倒伏するようなことがあっても、実がついていても生け垣のどちらかにですね、倒れた方にもたれかかってすでについているバナナの房、あぼうが地面を直撃するということはなくなったんですね。生け垣をクッションとして倒伏はするものの、花房は生け垣にもたれかかるというような格好を取ることが多いですからね。まあそれでもこのツメバナナはなかなか収穫までこぎつけるのが結構難しい品種でしたね。それで沖縄を引き上げて和歌山県に来た後、ツメバナナがなくなってしまったものですから、名古屋の洋画のお弟子さんがこちらである時に提供したツメバナナを栽培していましたので、苗を送ってもらったんですね。それを育てて今数本保有しています。で、このバナナ、梅畑とバナナ畑のここに植えているほかに
家の畑のトマトの屋根がある高畝の畝間にも植えてあります。ある程度増やしていってあちこちに植えて、実は小さいんですが結構甘みのある、まあ、一口バナナとして知られている卵バナナというのよりは丸みが少なくてもっと細長い品種なんですね。ちょうど小さな子供たちでも食べやすいような一口サイズ、大人からしたら一口サイズの実がつきます。それから夏なんかに収穫したものはタッパに、まあ、6本とかあるいは1ダースとかですね入れてアイスバナナにしておくととても重宝するバナナなんですね。甘みがありますので単に冷凍するだけで美味しいアイスバナナができて、子供でも大人でもとても食べやすいアイスバナナができるんですね。それでなんとか和歌山県ででも仕切り直しの栽培をして収穫までこぎつけたいなと思って、でもあまり過保護にせずこういう路地である程度の保護程度でなんとか土着化してみたいなと思っているんですね。怪しげな葉っぱが出てきている銀バナナの北側の方にオリノコバナナが植わっていますが、このオリノコバナナは能天気といいますか、まだ通常葉になる巻き葉を伸ばしてきていますね。まあ11月に入ったわけですからもう巻き葉は出さないで完全に休眠、その後デグレード期に入って来年の6月下旬から7月にでも出来つぼみを出してくれると理想的なんですが、どうでしょうね。水芽は前にちょっと取ったとは思うんですが、今親と共に育っている水芽は、水芽というかこれはもう中苗に近くなってきている小株ですね。それからもう一本、こちらはまだ小苗としての小株ぐらいですね。親と共に育っているのはこの2本なんですね。まあそれにしても5月に地植えした後見上げるような大きさになってしまいました。これは旧那覇バナナ園がハワイの発風バナナとして苗を販売していたものですね。発風バナナと同じ意味を持つマッサン、ブラジルのバナナマッサンとは同一種ですね。
ブラジルではマッサンバナナじゃなくバナナマッサンというのが一般的だそうですが、マッサン、うん、ちょっと微妙になるらしいんですが、まあ英語日本語読みでマッサンと言っておきますけれども、マッサンというポルトガルに対応するスペイン語はマンサーナ、サは TH で、まあスペインの正規の発音カスティリア語ですね。中南米ではマンサーナ SA、 日本語のサ、普通のサシスセソのサと一緒です。それでマンサーナ、バナナがブラジルではマッサンと言われているわけですが、そのマンサーナあるいはマンサーナ、リンゴというのはスペイン人にとってはですね、リンゴのように美味しいという表現がありますので、おそらくスペイン人たちはこのバナナを知った時に食べてみて、リンゴのように美味しいと思ったのでマンサーナと名前を付けたのかもしれません。で、英語圏の人はですね、最後がア、日本語のアですね、という母音で終わる単語は発音しにくいかできないんですね。それで英語圏の人たち、およびインドでも英語、サンスクリットのアエイオウ、日本語のアイウエオですね、みたいな母音ですね。で、終わる単語は母音を省略して、その前のシーンで終わらせて発音することが往々にしてあるんですね。それで、それだけではまずいと思った場合には、母音を変えてしまうこともあるんですね。例えば、あを、お、日本語のおに変えて、英語圏の人はおうと発音しますので、マンサーナをマンサーノと表記してマンザーノウと、まあ発音すれば発音しやすいわけなんです。マンサとかマンサ、サとかサもザと濁音にして最後のアをオウ、オウに変えてしまえばマンザーノウで、別に発音上は何の問題もなくなるわけですね。それでいくつかのサイトではマンサーナのと同義語としてマンザーノウって出てますね。発音のことはどうでもよろしいんですが、ブラジルのマッサン、バナナマッサンとハワイのアップルバナナ、タイとかのアップルバナナとかの味は私は知りませんが、まあ似たり寄ったりでしょう。酸味がやや勝るというようなことですので。それで沖縄県のやんばるでバナナマッサンとアップルバナナ、まあ、こちらにちょうどバナナマッサンの苗が植わっていますけれども、バナナマッサンと、それからアップルバナナを大体似たような環境、近くの似たような環境に植えてみて、収穫して味わった時にはややアップルバナナの方が酸味が勝っていました。これは私が栽培していた環境
旧セルフバナナホームでのことであって、その他の環境でやればまた別な結果が出るかもしれません。例えばブラジルのバナナマッサン、これですね、をこのハワイのアップルバナナと同じ環境でハワイで植えたなら、もしかするとバナナマッサンもアップルバナナとほとんど同じ味になるのかもしれません。というのは気温とか湿度だけじゃなく土壌の問題があるからです。ハワイの、ハワイといってもいろいろな島もありますし、さまざまな環境があるでしょうけれども、ハワイの大雑把な土壌とブラジルの各所の土壌とではだいぶ違っているだろうと想像します。それでもともとは、例えば何百年前かには同一品種でも別な環境、異なる土壌で何百年も栽培され続けますと味は微妙に変化してくるはずですね。まあそういうことで、ブラジルに行ってバナナマッサンを食べ、ハワイに行ってアップルバナナを食べ、味の記憶のいい人はそういう食べ比べで比較の結果を出せると思いますね。味音痴の人とか味覚の記憶があまりできない人が、いくらバナナ栽培が好きだと言ってもですね、ブラジルに行ってバナナマッサンを食べ、ハワイに行ってアップルバナナを食べても、そのリポート、そういう方たちのリポートは大方は役に立たないと思いますけどもね。さて、このアップルバナナの周りにも今、口径40センチメートルの不織布ポットに土を入れて豆をまいたのを4つほど配置したんですね。完全に囲もうと思うと、あと2つ用意しなきゃないですね。まあ、ここにはそちらのブラジルのバナナマッサン、ハワイのアップルバナナ、それからブラジルのおそらくプラッタ、あるいはサンタカタリーナと言われているバナナの3本がちょうど並んで植わっていますので、ここはちょっと防寒防霜は全然できない環境なんです。そちらのフレームハウスももうビニールかけませんから、煮たり寄ったりの環境なんですが、その手前、東側になるんですけれども、に周りにまだ常緑樹が植わっていないというより、まあ、植えては見ているんですが大きくなっていない場所なので、このプラッタ、サンタカタリーナとアップルバナナとバナナマッサンは周りに不織布ポットなどを配して株元に枯れ草や落ち葉をかなり分厚く敷いて、まず株元の防寒ですね。その後、家計の胴巻きとか、茎長、茎のてっぺんの家計長のキャップ保護とか、なんかしてあげないと、ちょっとこれらはまだ、できる要件を備えていない環境に植わっていますね。これから、初霜が来る前に、今述べたような防寒防霜対策をなんとかしてあげたいと思いますね。アップルバナナとバナナマッサンをやんばるで栽培するとですね、ちょうど似たもの同士の味を持っているタイベジタブルバナナと、それから銀バナナの比較に対応するような
ほんのちょっとした違いがあるんですね。いずれも美味しいバナナで、タイベジタブルバナナと銀バナナは、まあ、優劣つけがたいんですが、私が受けた印象では銀バナナの方がいやいや気品があるというんですかね、美味しさは一緒なんですがね。でバナナマスさんとアップルバナナも似たようなことが言えて、バナナマスさんの優等生の味に対してアップルバナナはほんのちょっと上品さが勝るというんでしょうかね。まあ私は個人的にはそのような印象を受けています、持っています。プラッターに続いてバナナマッサンの周囲にも防寒目的で口径40センチメートルの不織布ポットに土を入れて豆をまきました。向こうからサンタカタリーナプラタと思われるバナナですね。はっきりはしていません。これはハワイのアップルバナナ、そしてブラジルのマッサンと3本の周りの、まだすっかりではないんですが、大体の株周りの防寒対策の第一歩をしました。でバナナマッサンはですね、沖縄ではマーサンバナナとしてもかなりよく知られているバナナですね。で、バナナマッサンをマーサンという名前で広げようと意図した人がいたのも確かでしょうし、それから別な説ではマッサンと聞いて、ああマーサン、美味しいバナナ、琉球語ではマーサンには美味しいという意味がありますね。でマッサンをマーサンと聞き間違えしたか、早とちりしたか、あるいはしゃれてる人が、ああ美味しいバナナという意味でマーサンと言ったものか、まあそれらの2つの説のうちどちらが本当で広がったのか私には分かりませんが、いずれにせよマッサンとマーサンはブラジルのバナナマッサン、あるいはハワイのアップルと同一視されて広がった名称でしょうね。まあその辺まではいいんですが、沖縄ではさらにややこしい名称があって、このサンタカタリーナプラタあるいはバナナマッサンに高貴という名前がついているんですね。高は黄色いです、木は輝く、高貴。まあ黄色く輝くバナナっていうと美味しいバナナを多くの人がイメージするかもしれませんが、どうやらこの高貴というのは生命の命、名前、ある方が自分の名前を取って高貴バナナとして苗を売ったり実を売ったりしたらしいんですね。まあ一くるめにしてブラジルのバナナ、ブラジルバナナという国名バナナで済ませてしまうなら、まあそれは沖縄のことですから、
まあそれでいいだろうということになるんでしょうが、そこに個人名を持ち込んで人名バナナまであるとちょっとどうかなと思いますね。ましてや自分で自分の名前をつけて命名するなんていうのはちょっと私には考えられない仕業ですね。まあそれはともかく、ブラジルのバナナは確かに美味しいですよね。タイのバナナが全般的に非常に美味しい品種が多いように、ブラジルのバナナもどのような名称で呼ばれていようと大体美味しいと思いますね。そうしてこのバナナマスさんに代表されるブラジルバナナは非常に強健に育って、葉身がやや斜め上に伸びますので、その強壮な家系、非常にたくましい家系とともに、台風性、風に強い立志、立ち姿を持ってるんですね。ですから大型バナナとしてはブラジルのバナナが台風の多い南西諸島にはある意味では向いているのかもしれませんね。これがもうちょっと背丈が低くて、まあ実つきは 1,2 割少なくても構わないんですが、もうちょっとコンパクトだとさらに台風性があって、風に対する抵抗力があって素晴らしいんじゃないかと思いますね。味は非常にいいですね。甘みと酸味のバランスが非常によく取れていますしね。また実は比較的小ぶりですから、食べきりサイズでこれも流通商品としてもメリットになるんじゃないかと思いますね。まあこれを和歌山県で土着化できるものかどうか、まあこれから 2,3 年かけて試行錯誤の栽培をしていこうと思っているんですが、まあおそらく気温が全般的に低いですから、沖縄のヤンバルデよりも背丈が1割ないし1割5分は低くなると思っていますね。まあある程度背丈が低くて味が変わらないということで土着化できれば、これはまあ自家用だけじゃなく商品としても値打ちが出てくるかもしれません。まあ私は身を売ってどうこうとは全然考えていないんです。自分のために、自分たちのために栽培するだけですからね。これは沖縄県の名護市の外れの方の山と言えるようなところに住んでいた方と、水汲み場、自然水が湧き出る水汲み場で出会って、バナナを持っているというので見に行ったんですね。それでその人が言うには、知り合いからもらったブラジルバナナだと言っていたんですね。ブラジルバナナとしてはバナナマッサンを持っていたんですが、それと一緒なのかどうなのか興味があった。
ったので苗を数本分けてもらったんですね。まあ一本いくらで購入させてもらったんです。そうして活着して大きくなっていって実も結構収穫したんですが、すべての株でそうだったかどうだったかよく覚えていないのですが、ある株のバナナは果皮、皮ですねが一時期、短い期間なんですが白っぽく、あるいは銀色っぽくなるものがあったので、これはプラタではないか、プラタあるいはサンタカタリーナと思いますが、ではないかと思い始めたんですね。プラタというのは PRATA でポルトガル語で銀、銀色という意味です。スペイン語では PR じゃなくて L、PLATA、プラタなんですね。ラプラタ川ってありますよね。あれのプラタですが、ポルトガル語、ブラジル語では PR になってプラタ、あるいはプラッタと言います。それで、果皮が一時期銀色になるものとしては、やはり旧那覇バナナ園さんが販売していた銀バナナという流通名のバナナがありますよね。ある一時期にどうして果皮が銀色っぽく白っぽくなるのか私にはよくわかりませんが、ブラジルのバナナはもともとは一種類のバナナがいくつかに枝分かれしたように思っています。マッサンと言われるバナナをサンタカタリーナ州のように熱帯ではなく亜熱帯に近いやや冷涼な気候風土のところに持っていくと多少生育の具合が変化しますね。それでマッサンというバナナがサンタカタリーナ州で栽培されているマッサンがサンタカタリーナという固定的な名前を獲得して、それはまた果皮が一時期銀色っぽくなるのでプラタ、銀色バナナと言われるようになったのかもしれないんですね。その他にブラジルバナナ、バナナ、ブラジルバナナとかブラジリアンとか言われているものがありますが、おそらくブラジルのバナナということで、まあ果皮が銀色になるかならないかの品種の枝分かれみたいなものができたほかは似たり寄ったりのバナナではないかと思うんですけれども、ブラジルに行って調べてみたことがないのでよくは分かりません。日本のブログでもバナナマッサンもサンタカタリーナもプラタもブラジリアンも全部一緒だと書いている人がいますが、このプラタというのは果皮がバナナマッサンのように単に緑、黄緑、黄色と変わっていくだけじゃなく、緑、そして黄緑の
少し前に銀色っぽくなるということで、もともとは同一種とは言えても今では完全に同一種とは言えないんじゃないかと思うんですね。それで熱帯に向いた生食用バナナをやや冷涼な気候風土のところで栽培すると、いつでもそうとは言えないんですが、概してやや酸味が強く出てくる場合が多いんですね。例えばブラジルのバナナマッサンよりもハワイで栽培されるアップルバナナ、これですね、の方がやや酸味が勝るというのと一緒で、ブラジルといっても熱帯で栽培されるバナナマッサンと、どちらかというと亜熱帯に近いサンタカタリーナ州で栽培されるバナナとでは酸味の度合いがやや違っているんじゃないかと思っています。そういうことからすると、バナナマッサン、こちらにありますが、バナナマッサンを沖縄のような熱帯ではなく亜熱帯地方で栽培すると、サンタカタリーナあるいはプラッタに似てくるんじゃないかと、そういう気もしていますね。ということは、沖縄にはバナナマッサンはないのかもしれないですね。サンタカタリーナ風あるいはプラッタ風バナナマッサンとは言えるかもしれませんがね。まあ、いずれにせよ、このプラッタ、PRATA なんですが、日本のブログである方がプラッタを PLATA、スペイン語を知っておられる方なのか知りませんが、スペイン語のプラッタ、PLATA と書いてますが、サンタカタリーナのバナナプラッタは PR の方ですんでね。まあ、ローマ字表記まで気にされる方は、プラッタというのは PRATA であって、スペイン語の PLATA ではないと覚えておいた方がいいと思いますね。まあ、もともとは一緒かもしれませんが、一応私がバナナ苗を入手した時点では、これはバナナマッサン、これはアップルバナナ、これは、まあ分けてくれた人はブラジルバナナと、まあ国名バナナを言っていましたが、もしかするとサンタカタリーナあるいはプラタかもしれません。まあこの大きさですから、開花結実は来年ではなく再来年になるかとは思うんですが、まあその時点で今は同じような大きさですから、収穫できるのもおそらく同じ年になるんじゃないかと思いますので、まあその時点で果たしてどれほどの味の違いがあるのか比べてみようと思っているのですがね。まあただ、ロジエットをするつもりでいますので、うまいこと再来年収穫につながるかどうか、それはまだ私にもわからないんですね。竹やぶの方に来て、台湾バナナの苗の撮影に来ています。梅畑の方でロジエットをさせるつもりで植えた台湾か三尺かはっきりしないバナナ苗が
ありましたので、これはまあ三尺ではなく台湾だろうというバナナ苗が、まあ、この竹やぶの入り口の方、入り口近くに植わっているというか植えたんですね。それからもうちょっと何本かまとめて植えたのが奥の方に、この辺の奥の方、山道と溝で隔てられたこちらの方にも植えてあるんですね。これは台湾の台湾バナナなんですね。畑のものよりもやや形がはっきりしているように思いますね。これとその奥の2本ですね。それとそれからこれらは台湾バナナの確率が非常に高い苗ですね。まあこの竹林でこの冬どのように越冬するかまだわかりませんが、デグレードしてもこの株自体がダメにならなければ来年は結構大きくなってくると思いますね。1、2、3本とさっきので4本ですね。もう一株どっかにあったように思うんですが、ここに小さい苗がありました。ここには4株植えて竹やぶの入り口の戸で5株、この奥の方の竹林には計5株植えてあるんですね。まあ、これらが来年中苗の大きい方から大苗ぐらいになってくれれば、その後は開花結実が期待できると思いますね。ここには得ますと本足でしたかね。こっちが得ますで、これが豚足ですね。あとはそちらの方に豊島の島バナナが植わっています。まあ、4月に開花苗を植え付けましたので、これらの豊島、とからの島バナナは今度の冬が初めての越冬になるんですね。そちらの方は一度越冬したバナナ苗たちですから、越冬するのは問題
ないと思うんですが、プラス成長で、この絵は中苗に中苗のほどほどの大きさのは中苗の大きいサイズぐらいになっていますので、寒さを受ける耐面積、耐表面積も大きくなってきていますから、どれぐらいのデグレードがあって来年5月以降どれぐらいプラス成長してくれるか、まあその辺を観察しなきゃなと思ってるんですね。竹やぶのバナナ畑からカーブを切って登っていく山道の方には徐々に落ち葉が溜まってきています。もうちょっと溜まったら肥料袋をたくさん持ってきてかき集めて、フレームハウスのバナナ株の周りでまだ枯れ草をやっていない場所に敷き詰めようかなと思ってるんですね。もう2週間もすればだいぶ厚く落ち葉がこの坂道を覆ってくれると思いますので、もうちょっと降り積もってから拾いに来るつもりですね。何度かは拾い集めることができるぐらい、ここはですね、落ち葉がよくたまる場所です。もう別に道ができたので、ここを通る人はほとんどいなくなったので、私たちが落ち葉をかき集めるぐらいの道になってしまいましたね。ツワブキがたくさん咲いてきていますね。まあ、ツワブキは笹がいくらあっても負けずに生き続けますね。ツワブキと笹と竹の落ち葉は、家内と結婚して以来、私にとっても見慣れた風景になってしまいましたね。何十年も経ちましたから。こちらの60リットルのプラバチにもこっちの3つはぎゅうぎゅう詰めにしたんですが、こちらの3つはまだ足で押し込んであって半分ぐらい空いてるので、しばらくしたらこの辺の落ち葉をですねまた入れて満杯にしておこうかと思いますね。まあ、寒くなってくればバナナの栽培はやれバナナの風景を待つだけのようなものなんですが、寒くなればなったで得るものもありますから、落ち葉とかですね、どんな季節にも栽培者にとっては
いい面も良くない面もありますので、なるべくその季節のいいところを見つけて、それに価値観を置いてその作業をして、まあ農作業ののあるヨガ生活の喜びとすればいいのだと思っていますね。またこの竹やぶの隣の裏山の方のバナナもですね、いずれ葉っぱが黄緑になってその後黄ばんできますから、そうしたら株元をいろいろな残砂で覆ってあげて、また暖かくなったらねということなんですね。